今回のこの曲を作曲させていただきました植松です。今回この曲を歌わせていただきました鈴木恵美子です。ゴスペルっぽい音楽ってどうなんだろうなと思って、そのゴスペルっていうのをキーワードにまず作り始めました。そのゴスペルっていうワードって私の名前が挙げられたことに本当に嬉しく思っていて、実際にこう形になってできたことが本当に嬉しいです。曲がその私の今まで歌ってきたゴスペルというテーマに沿ってこうかっこいいリズムで作られていたので、それこそ私が歌いやすくて、歌ってもらったこの曲は何かだと思う、言い方ちょっと分かんないけど、ちょっとエポックメイキングな感じがする。これきっかけになんかいろんなことが、いろんな人が変わりそうな重要な曲になるんじゃないかと思いましたね。ゲームの音聞こえてますね。聞こえてるでしょ。なんかですか、なんかサムシングなんですね。何かなんですね。うちらすごいなやっちゃったな、おい。録音の現場っていうのはこれまで本当に何度も立ち会ってるんですけど、正直言うと歌を録音してる時にこう涙をこらえたっていうのは本当に初めてでした。この感動を、皆さんにも、感じていただければと思います。今回本当に素敵な素晴らしいスタッフの方々と最高の楽曲に合わせて私が歌ったので、もう最高の出来になっていると思います。ぜひ楽しみにしてください。